吉田さん、会う、会わないですかまあ何て言うのかな会う会わないって究極形言いましょうか私もねこれはね自分自身で思ってるだけなんで誰一人に押し付けるもんでもないんですけども多分ねこの久保哲郎っていう人間に与えられた人生が私に合ってるんでしょうねきっとねどんな困難もどんな喜びもどんな理不尽もどんな不条理も ああ久保哲郎がやってる人生だったら俺向きだわみたいな感じですよね <laughs> だからああこれねこれねこれ結構きついよねよし付き合っちゃろうかみたいな感じでなんかああ妙な感じですけどもん自分自身の人生を客観視してるというかねどこまでこの久保哲郎って人間は苦痛に耐えていけるんだろう困難を乗り越えていくんだろうそして何回の挫折にね なんか諦めずに立ち上がっていくんだろうっていうなんか興味がありますよねあやべえなと思った瞬間に自分がやばいんじゃなくておい久保哲郎やべえなお前どうすんだよみたいな感じでねこうなんか一歩引いてみてるみたいな感じがありますそうなると私自身が久保哲郎っていうね一冊の物語を楽しませてもらってるところですかね物語って主人公って必ずピンチになるじゃないですかひどい裏切りにも合いますよねそして考えられないぐらい号泣したりとかね 自暴自棄になったり、いろんな時期があってでも自ら自分の人生を降りようとは思わないわけですよどんなに惨めでも貧しくてもねやっつけられてもそこにいるんですよねそれそのものが彼の人生だからでしょうね面白いですよね1ページずつめくるごとにピンチがあり出会いがあり裏切りがあり癒しがありさあ次のページはどうなるんだろう すごくハッピーな瞬間叩き落とされるんだろうなと思ったら「あ転落してるわ」みたいなねこの転落からどうやって這い上がってくるのかなと思ったら「おうおお頑張ってるじゃんさらに悪くなってるじゃん」みたいなねそんなことがあって「あ40歳までいろいろ手を尽くしたけども断らだったよね」と「ラス」ってのはラストねもうドベってことですけども「ダメだよねこいつね」「あれ何何どうしたのこれ40歳からなんか全然違ってるじゃん」みたいな <laughs> ある時はね昨日思い出したんですけども自分の手を写真に撮ってメールで送ったら手相を見てくれた人がいたんですよオンラインで吉田 <laughs> さ,さんのライブ放送中にね <laughs> でその人に会いに行ったみたいなね、まあ、孔明さんみたいな人がいましたけど今はどっかに行っちゃいましたけどねなんか孔明さんはね確かね私のいる事務所に来てくれて広島にいる時になんかクローバーコインっていうのすごいの見つけましたとか。 ぜひ一緒に広めていきましょうみたいなこと急に言い出してそれ以来なんか雲行きがおかしくなって黒羽坊コイは結局詐欺だったんですけども一緒にいなくなったみたいなねノアコインみたいなもんですけどねだからやっぱこう投資事っていうのはリスクとともに精神も結構削がれていきますんで吉田さんの言われてる通り最低限情報発信することじゃないですかね情報発信はマイナスがないんで で、いろいろ気づくこともあって学びになりますし、それから情報発信が上手になると、情報発信がほとんどの人が上手にならないんで、人の案件を紹介することによってビジネスを成り立たせるってこともできますよね。つまりメーカーから商品を仕入れて代理店になることができるわけなんですよ。広告代理店に。吉江さんはそういう立ち位置がすごく今ハマってるんじゃないかなと思いますし、ね、あの、東京にいた時のスキルもそのまま引き継ぎながら、多分、 そううやっっててて知らせいいくっていう風なね広告代理店になれるんじゃないかなと。うん、あちなみにねあれですよね「ドリームアカデミア」講、う、義、ん、提供またーってもしあれだったら私の方はできるかもしれないんでご負担でなかったらね、うん、またちょっとその辺もすり合わせていければなと思います。うん、なんかねその アフィリエイトに関しては私今はね、そんなにおすすめできないんですよ。自己アフィリエイトも、限られた人しか美味しい案件っていうのは、つまり二極が進んできてね、受けられなくなってます。例えば不動産の面接っていうのは、ものすごく割が良くって、3万5万がバンバンもらえるんですけども、昨年度の年収が600万以上みたいなくくりがあってね。いや、そもそもお金がないから自己,自己アフィリエイトって進めてるのに、年収600万以上の人じゃないと、公案件が取れないってのどういうことじゃんみたいな感じになってきて。それで、えー、本当にね、 誰でも取れるような案件っていうのはなんか100円とかねなんか30円とかねたまにクレジットカード5000円っていうの出てきますけどもいやそもそもカードっていうのは一番弱いところなんですよねお金に困ってる人でなんかビジネスで稼ぎたいってい人がネットビジネスをするときにカードを作れっていうのがね、えー、最もなんかショックなんですよねああ自己アフィリエイトもカードかダメなんだよみたいな前にいましてそれが厳しくなってきたんですよで次の救いが FX です FX の口座解説なんですけども これもね、私の公平な視点から見ると、FX の口座開設もハードルがかなり高くて、口座開設しただけではほとんどのことがダメで、入金を10万円以上してくださいとかね、取引を100万通貨以上してくださいとかね、なってくるんですよ。そうなったら、もうその時点で、ああ、ダメですみたいなになっちゃうんですよね。うん。でも、ダメじゃないよ、あなたはこうやったらいいんですよみたいなことをやっても、ああ、もういいもういいもいいみたいになやっちゃって。うん、だから逆に言うとね、 FX の講座解説をすでにやったことがある人だったら自己アフィリエイトはちょっと使えるんですけどもでそこに行ってないわけですよ自己アフィリエイトから始めようっていう人はでポイントサイトも同じような感じなんでポイントサイトで昨年ね私あの2ヶ月で30万あの稼ぎまして全部入金されましたでもやっぱり中にはねあのインターネット回線光をこう接続を切り替えてくださいとかスマートフォンをなんかこうショップに行って購入してその後なんかね、えー 付属でででももらえるるのがあるんですけどそれを販売しましまょうみたいな感じで結構何手間もかかるんですよ。で私にしたら今はそんなことしなくてもお金があるんで割が悪いなとしか思えないのとあと実際に私が体験したことをずっとお知らせしてきたのが特徴だったんですけどもなんかそこまで体験できなくなってきたんですよね。でトータルで見ると自己アフィレートとかポイントサイトのポイントを貯めて稼ぐっていうのは。 これ高いレベルじゃないと無理ですねかなりねそれに比べたら FX の方が非常に単純で簡単ですでそれからこれから FX もそんなにねものが変わると思いませんしねであとは YouTube をはじめとする情報発信ですよね情報発信も永遠になくならないと思いますんで,で単純に書くとかなんかしゃべるとかぐらいしかないんでねこれも続けていったらとってもいいんじゃないかなと思います、はい、も,うもはやね自分の人生に合ってるか合わないかじゃなくて自分がどう合わせるかっていうところじゃないんですか よくね、こんな会社俺に合わねえとかね、言いますけども、違うんだと。組織に入るってことは、自分が組織に合わせることなんだよってことですよね。学力を合わせるのかもしれないですし、経験を合わせるのかもしれないですし、その後の参加してからの努力や能力を合わせていくのかもしれないし、種に交われば赤くなるって言いますけども、あれはね、種に近く自分が赤く燃えていかないと合わないですよ。自然にその組織の色に染まっていくってことは、まあほとんどないですから。自分で意識して えー、なんてか歩み寄っていかないといけないですよね近づいていかないとでそもそも会社員として自分の収入とか待遇に不満がある人が会社にすり合わせていけてると思いませんかどちらかというと離れようとしてるわけでしょで離れるために副業障害したらそれもやらないってわけでしょだからあまたね話戻りますけども私個人のことで言えば、うん、久保哲郎の人生は俺向きだなというふうに 思っっててるるかななな俺に合ってるなみたいな感じですよねまあ吉谷さんも吉谷さんの人生結構吉谷さん向けなんじゃないですか、うん、なんか変な言い方ですけど、ね、じゃあライブ放送始まりますんでいってらっしゃい。